ね。でもこの10年振り返ってもいろいろあったもんね。うん、うん、まあじゃあシングルからいきます。最近全くやってない曲ない、ね、新書から俺が最初から。でも記憶めっちゃ鮮明に覚えてない、どこもどのね。まあ、内心種なんかは懐かしいな。懐かしいよね。この頃はでもやっぱり今のこの自分たちのスタイルからすると確立されてる部分は確立されてるけど、意外となんだろうね、まだ迷ってた時期だよね。うん、だからまあ内心種があって、でその次は夢夢か。うん、まだ10代じゃないこの頃。10代10代、そうそう、そうやんな。なんかさ、これを作った時さ、うん、なんかもうこれで俺ら売れたわみたいな、なんかノリあったじゃん。あった。セクター開けたらオリコン50位みたいな、ね、結構いろいろ事務所も設定してくれたんだけど、ああやっぱり難しいんだなっていうことに直面したよね。でそっからこう夢夢を出して、うん、夢夢がだいぶまたカラーの違う曲になってましたけど、そうね、ん、でカップリングを作るっつってスタジオでカラスができて、うん、意外とこの曲がすごくいいねってなって、でもライブでも相当やったもんね、カラスはね。やったね、この夢夢よりやってんじゃない、うんうん、全然やってるでしょ、ね、うん、夢夢もあれちゃう、この時まで通るラップ立ってたもんな。今ラップやりたいと思う、思わんでしょてかよう森ちゃん横におって俺歌いたいって言ってたよ歌いたいとは言ってない、もうその流れがあったからね、そのバンド結成した時のはそこまで、この3枚目ぐらいまでなんかそのノリで続いてたけど、まあいろいろ気づいたね。トールのあの熱い感じのラップも全然です、なんか好きやったけどね。だから今度やろうよツアーで。いやいや、もう弾きながらめんどくさいからまあでもそっか、だからエトセトラぐらいで、そうだ、この3枚目ぐらいまでその同じ感じでこう言ってた、うん、そうですよ、ドリマが変わったな。そうだね、いろいろこの3枚目で、まあ、これ贅沢病ってアルバムを出したわけですよ。うん、ああ懐かしいですね。そうですよね、そうやね、3枚目これはもう本当にもうバラバラというか一曲一曲、うん、何の統一性もない、ないね、ただただ作りたい曲を作って入れたという。そう、うわ煙とか超懐かしいよ懐かしいよね、この頃だ、かげろうって。そうか、そうそうね、すげえ古い曲だね、うん、最近の渚園でもこの曲はやったけど ってことはこれはあれか、この中で唯一最近生き残ってる曲って「かげろうと欲望に満ちた青年団」ぐらいか、うん、それ以外の曲はまあエトセトラたまにやってたけどやってないね、うん、やっぱでもここら辺ってぶっちゃけあんまりずっと試行錯誤だったね、この3枚目まで、うん、だからこの時本当に迷ってた時期だよねなんか迷ってる感じする確かになんかこの3枚バラバラやもんねやばい、マジでやばい。だけどすげえ出したな、出した、とにかく曲を作って、うん、とにかくライブバンドとしてツアーをやりたい、ツアーをやるしかないっていう時期だよね、うんうん、だから結構このアルバム自体は俺のなんかテーマとか特になくて、ビームブライトは、うん、その後の感情エフェクトから多分またそのさらにじゃあどういう音楽性がいいのかっていうことで、エモだったりとかオルターナティブっていうものを取り入れて、うん、アルバムを作ってたんですよ ね、 ね、ちょっとギターのチューニングを下げて思いを、ね、音作ろうとかさ、そういうのをやり始めた、そう、ね、この時期か、ね、時やったからね。懐かしい、これがあれですよ、ワンオクロックの一番なんだろう、こう瞑想中の3番、うん、日進ドラム、これはいろんな思いを込めて作ったアルバムだったね、これね。そうね、ドリーマーの曲作りの時からもうほんま鮮明に覚えてる、うん、もう、うちでね、そう、楽しすぎてやばかったよね、もう久々に曲作りするみたいな、自由だったよね、うん、今まではなんかそのすごく暗い雰囲気で曲を作って、曲を作っててテンションが上がることって本当に15曲中1曲とかあるんだけど、うん、この時の制作は本当にとにかくテンションが高かったよね、うん、
そうやな、新鮮やったもんな。うん、それがだから今でこそ有名になってるけどさ、この Wherever You Are とかさ、歌詞もさメロディーも乗っかってなかったの覚えてる？デモだけ。うんうんうん、で俺も何も決めずにスタジオに入ってレコーディングするってなってブース入って、で多分2回か3回適当に歌ったやつがそのままメロディーになって、で歌詞もさらっと乗っけて、で途中で歌詞の内容をどうするってなった時に、俺の親友が結婚するからその人に向けて作ろうっつってできたんだよね。このアルバムからは3本ミュージックビデオ撮ってますけど、シングルになってるのは完全感覚ドリーマーだけだよね、うん、この時のあれ覚えてる？これ今まで俺ら多分曲を出してオリコンの10位以内に入ったことってなかったんだよ。ああそうや。でそうや、シングルを発売した時に、ドリーマーで、そう半年間ぐらい休業してこのアルバムを作ってシングルを出した時にこれが初めて、うん、いきなり9位になったんですよ。そうや、嬉しかったね、うん、すごい。まあでも完全にこの曲がすごく、うん、ねえなんだかんだ言ってワンオクロックをまたちょっと違うレベルに、このある曲っていうかアルバムかな、なんか連れてってくれたアルバムだよね、うん、こっからまたなんか始まった感じするもんね、うん、でこれでツアーをやってこのファイナルが武道館、いきなり武道館だったんですよ、うん。その時どうだった？初武道館めっちゃ緊張した。やばい、だってドラムから始まるもんね。あそうやそうやそうや、だから余計にともくんめっちゃ緊張した。これほんまにそれめっちゃ覚えてる。もう、うん、やばかったな。これ吐きそうになってたもんねほんまに。いやでも俺覚えて、トールがその4人になったになって初めてのライブロフト、あロフトね、あの時のトールがもうありんぐらい緊張してたな。緊張してたからね。あれがスタートか、このツアーの。そうそうや、そうそうそう、ロフト。それで最後武道館だったっけ。もうトールがヤバかった。覚えてる？覚えてる覚えてる。もう相当緊張したもんね。変な話、ノリ的にはさ、文化祭でギター始めた子がいきなり武道館立ったみたいなノリでしょ。そうやそうそうやね、うんまに。そうだよね、うん、ノリ的にはでもそうでしょだってそれまでバッキングなんだからギターソロとかやってこなかった。やったことないんだからなんかもう裸にさせられて弾いてるみたいな俺も結構親にさ、あの音楽やってんだったら武道館ぐらいやんなかったらあんた全然ダメだみたいなこと言われてたから、なんかこう自分の中でやっぱり武道館ってすごく一個ターニングポイントなんだろうなっていうのを勝手にすごく感じてた分、これは非常に思い出が強いよね。さらにだって森ちゃんもなんかバンド結成した時になんかそれ言ってたもんね、なんか武道館は通過点だから、うん、まずそこまで行こうみたいな、うん、だからついてこいみたいな。